こんにちは。やばい歴史、第二次世界大戦におけるポーランド侵攻を小学生でも分かるように説明する試みです。それでは早速見ていきましょう。時代はまず今から200年くらい前、場所はこのヨーロッパ地域のこのちょい右のところです。当時ここに現在のポーランドのご先祖様的な国が2つあったんですが、この右側の国はこのロシアに、そしてこの左側の国はこのドイツに従属させられている国であり、それぞれドイツ、ロシアから厳しい扱いを受けて自由を抑圧されていたので、それに対抗して何度も反乱を起こしていましたが、ことごとく鎮圧され、その結果この2国はほとんど左右の国に併合されてました。そしてその後ヨーロッパ地域では第一次世界大戦が勃発します。この人類史上最大の激戦の結果、こっちのロシアは滅亡し、こっちのドイツは敗戦国として壊滅的に弱体化し、ヘナヘナの国になりました。そして戦勝国の話し合いの結果、両国から過酷な扱いを受けていたこのポーランドは見事に一国として独立に成功しました。ポーランドの独立は100年以上ぶりの快挙であり、記念すべきことでした。そしてこの独立したポーランドで一番偉い人としてピウス席が現れました。ピウス席はもともとポーランド独立のために頑張ってた英雄なんですが、そんなピウス席はこう言いました。ロシアへ侵攻するぞ。当時ロシア地域は国が崩壊した後、内戦状態のカオスだったのですが、謎の勢力が強くてそのまま天下取りそうで怖かったので、ポーランドはこれを攻撃しました。この戦いの結果、ポーランドは勝利して領土を広げることに成功し、かつて従属させられていたロシアを逆に攻撃しに行くほどのパワーを見せつけました。その後ピウス席はさらにこう言いました。軍を強化するぞ。こうしてまだまだ心配が尽きないポーランドは軍を強化し、特にロシア地域での戦争で大活躍した騎兵を強化しました。その後ポーランド独立の英雄ピウス席は人々の支持もあって、ポーランドの全権力を一手に握る独裁者となり、こうしてポーランドはヨーロッパの中でもかなりパワフルな存在として君臨することに成功しました。そんな感じでポーランドと左右の国の明暗が分かれている中、このポーランドと戦ったロシア地域の謎の勢力は結局天下を取ることに成功し、これによりロシアの進化版みたいな国が成立しました。これがソビエト連邦です。そしてこのソビエト連邦の支配者としてスターリンが現れました。スターリンはこの広大なロシア地域の全権力を一手に握る独裁者なんですが、スターリンとピウス席はこう言いました。我々は互いに侵攻しないようにしましょう。こうして2国は互いに侵攻しないようにする条約を締結しました。そんな中、今度はこのヘナヘナになったドイツにヒトラーが現れました。ヒトラーもドイツの全権力を一手に握る独裁者であり、なかなか危険な匂いがする人物なんですが、この独裁国家の誕生を見てピウス席はこう言ったらしいです。ヒトラーはヤバいやつだ。我々はドイツを攻撃するべきだ。そしてこう言ったらしいです。フランスさん、共にドイツを挟み撃ちしませんか。当時ヨーロッパで一二を争う大国としてこのフランスがあったんですが、ポーランドとのコンビネーションでこのドイツを挟み撃ちできるわけです。この提案に対してフランスはこう言ったらしいです。いや、第一次世界大戦が終わってから日も浅いし、それはやめましょう。当時第一次世界大戦の絶望からまだ10年ちょいしか経っておらず、その状態でまた戦争を始めるのはちょっとあれなので、この案は採用されませんでした。そして仕方なくピウス席はヒトラーにこう言いました。ヒトラーさん、我々は互いに侵攻しないようにしましょう。こうしてポーランドは仕方なくドイツともお互いに侵攻しません的な条約を締結しました。このバカたちと侵攻しません的な条約を締結するということは、まあつまりそういうことではあるんですが、しかしポーランドにとって最悪に不幸なことに、ピウス席はこの直後に病死してしまいました。その後ヒトラーはこう言いました。ゴリゴリに軍を作るぞ。こうしてヒトラーは当時ドイツに対して決められてた国際条約を違反するレベルである50万人の巨大軍を作りました。さすがにヤバそうな雰囲気はありますが、そんな中、今度はこの端っこのスペインにおいて国内が2勢力に分かれて内戦が起きてしまいました。この内戦を見てヒトラーはこう言いました。俺たちもスペインに手を出すぞ。こうしてヒトラーはスペインの内戦に軍を派遣し、ポットデで経験不足だったヒトラーはここでバキバキに実戦経験を積みました。そしてこのスペインの内戦はヒトラーが応援した勢力が勝利して、スペインはドイツと仲良しっぽい国になりました。こうしてますますパワーを増加させてるヒトラーのドイツですが、
さらに周辺地域を勝手に併合して巨大化しました。こうしていよいよ本格的に怖さが出てきたドイツではあるんですが、しかし世界にこれだけの領土を持った超大国であるイギリスとフランスがあくまでもドイツの敵国として君臨してました。そしてこの超大国イギリスはこう言いました。おいドイツ、お前らがポーランドに手を出せば我々はポーランドを全力で支援する。こうしてなかなか怖さが出てきたポーランドはかなり頼もしい宣言をもらうことができました。そんな中、さらなる野心を秘めたヒトラーはこう言いました。スターリンさん、我々は互いに侵攻しないようにしましょう。こうしてドイツとソ連はお互いに侵攻しません的な条約を締結しました。そしてこの条約締結からほんの10日ほど経った頃、ヒトラーはこう言いました。ポーランドを攻撃するぞ。どうもこんにちは、ピヨピヨソフ校の歴史動画をまとめてさらなる詳しい解説を搭載した本、小学生でもわかる世界史が出ました。よかったら概要欄から Amazon へどうぞ。こうしてついに恐れていたことが現実となりました。こうして起きたのが第二次世界大戦です。この発生の2日後にイギリスとフランスはこう言いました。我々はドイツに対して宣戦布告する。こうしてイギリスとフランスはドイツと戦う宣言だけしましたが、それ以外ほぼ何もしませんでした。ドイツは軍をさらに強化して300万人以上の巨大な軍勢を持ってました。しかしポーランドも100万人くらいの巨大な軍隊を持っており、ピウス的仕込みの騎兵軍もいてバキバキにパワーを持ってました。しかしこのポーランド攻撃の作戦を立てたドイツの軍人としてグレーリアンがいました。グレーリアンはヒトラーに対してこう言ってました。ヒトラーさん、我々の最新の兵器を使ってポーランドとの戦いを一瞬で終わらせましょう。ドイツは巨大な軍隊を持ちながら戦車や爆撃機などの世界最新の機械兵器も開発してました。この最新のテクノロジーを駆使することでドイツ軍は人類史上過去に誰も経験がないスピードで進軍が可能だろうということなので、そのスピードを使って敵の国の急所をつけば戦いを一瞬で勝利に導けるだろう的な理論がありました。この戦車などの最新の機械兵器を使って敵の急所をつき一瞬で戦争を終わらせる戦い方を電撃戦と言います。電撃みたいに一瞬で勝敗を決めるのでこの名前が付けられました。そしてしばしばグレーリアンが電撃戦の生みの親と言われます。こうしてドイツの電撃的なポーランド攻撃の結果、もはや旧来式のポーランドの騎兵では歯が立たず、開戦からたったの2週間でポーランドの首都ワルシャワは包囲されました。このドイツ軍の異常な強さを見て今度はソ連のスターリンがこう言いました。やべえ、俺たちも早くポーランドを攻撃するぞ。こうしてポーランドはソ連からも侵略されて挟み撃ちになって絶体絶命となり、ポーランドの敗北は確定しました。この絶望の中、ポーランドの大統領は命からがらフランスに逃げて国外に逃亡したポーランド政府を組織し、その後もポーランドの復活を夢見てフランスで活動することとなりました。こうして100万人くらいの巨大軍を持っていたポーランドとの戦いはほんの1ヶ月ちょいで終わり、ポーランドだった土地はドイツとソ連に半分に分けられました。こうしてポーランドの左半分をゲットしたヒトラーはこう言いました。ポーランド人を強制労働させるぞ。ヒトラーは人種差別主義者だったのですが、ポーランドにいた大部分の人はヒトラーから差別的な扱いを受けることになり、100万人以上が奴隷として強制労働させられ、多くの人が死にました。その後ヒトラーはこう言いました。ポーランドの偉い人や軍人を抹殺しまくるぞ。こうしてポーランドにおける偉い政治家や知識人や軍人が数万人か数十万人抹殺されました。さらにヒトラーはこう言いました。ユダヤ人を収容所に押し込めまくるぞ。当時ポーランドにはユダヤ人と呼ばれる民族が300万人くらいいたんですが、ヒトラーはなぜかその人々を嫌っていたので、そのほぼ全てが収容所に監禁されました。一方このポーランドの右半分をゲットしたスターリンはこう言いました。ポーランド人を強制労働させるぞ。基本的にソ連は国民を奴隷化して強制労働させることで成り立ってた国なんですが、100万人以上のポーランド人がこの極寒のシベリア地域などに強制移住させられて、奴隷として強制労働させられ、多くの人が死にました。そしてさらにスターリンはこう言いました。ポーランドの偉い人や軍人を抹殺しまくるぞ。こうしてポーランドにおける偉い政治家や知識人や軍人が数万人か数十万人抹殺され、後日ポーランドの偉い人や軍人の遺体2万2000体が埋められているのが発見されて国際問題になったりしました。
こうしてポーランドはドイツ、ソ連だけでなくイギリス、フランスにも裏切られ、100年以上ぶりの念願の独立はほんの20年余りで壊滅し、ポーランドの人々は地獄の絶望を味わうこととなりました。しかし、これが人類史上圧倒的に最悪の戦争の始まりであるとは人々はまだ思いませんでした。以上、ヤバい歴史、第二次世界大戦におけるポーランド侵攻でした。それとこの動画の続きの歴史の動画を上げるかもしれないので、よかったらそれも見てみてください。それではさようなら。どうもこんにちは。ピヨピヨ速報の歴史動画をまとめてさらなる詳しい解説を搭載した本、小学生でもわかる世界史が出ました。よかったら概要欄から Amazon へどうぞ。